柏木博之は毎日放送所属のアナウンサー。本名は柏木広氏で過去にはアナウンサー室次長兼、チーフアナウンサーなどの役職を歴任した。2018年2月28日の定年退職後も同局のシニアスタッフとしてアナウンサーとしての活動を続ける。兵庫県神戸市生まれの山口県山口市、大阪府豊中市育ち。 大阪府立渋谷高等学校を経て、関西外国語大学外国語学部スペイン語学科へ、進学。大学時代には、生田教室でアナウンス技術の研鑽を積みながら、毎日放送の学生アルバイトとして、MBS ヤングタウン木曜日の AD を務めていた。大学卒業後の1983年に、アナウンサーとして、毎日放送へ正式に入社した。ちなみに、 現在も、同局のスポーツアナウンサーである、赤木誠は、柏木の2年先輩にあたるが、柏木より年下である。アナウンサーを志したきっかけは、台風情報をやってみたいとのことからという。毎日放送への入社後は、1年目の10月から、アップダウンクイズの、タイトルコール、出場者紹介、結果発表アナウンスを担当したことを皮切りに、 MBS テレビラジオが制作する情報、演芸、クイズ番組へたた出演。MBS ヤングタウンでも西川のリオなどとともに日曜日のパーソナリティを務めていた。また番組、提供クレジットラジオ CM のナレーターとしても活動。ナレーションでは、粘っこい口調を伴う柔らかな大阪弁をたびたび披露することで知られる。現に MBS ラジオが 関西ローカルで放送する CM や提供クレジットでは同僚の席を関岡香織、田丸和夫などと並んでナレーターに起用されることが多い。2013年からは S1 でプロ野球名物アナ応援実況スペシャルを放送する場合に関西圏で開催された阪神タイガース及びオリックスバファローズ主催試合のダイジェストを上記の口調で全国に伝えていた。 ジップの仕事の関係で山口市内で過ごした小中学生時代に現地で発掘された古墳の現地説明会へ偶然参加したことがきっかけで日本の古代史や文化財に詳しい情報落語などの演芸や文学への造形も深く古くからの友人に戸田学がいる2005年4月からはアナウンサーとしての活動を続けながら なら大学通信教育部文化財歴史学科にも在籍。MBS ラジオで長らく寄せ番組の設定を務める傍ら、自身も寄せで落語を披露することもある。かつて同局で放送していたドラマの風では案内役として出演する傍ら、一部の回で原作や脚本を担当していた。さらに、生田教室の後輩にあたる田丸和夫がアナウンサーとして、 NHK 大津放送局へ勤務していた1990年には毎日放送のアナウンサー中途採用試験をた丸に紹介。学生時代から毎日放送への入社を望んでいながら大学4年時に同局のアナウンサー採用試験がなかったことで NHK へ入局していたた丸はこの試験を経て1991年から 毎日放送のアナウンサー室で柏木の同僚になった。2018年の誕生日で毎日放送の定年である60歳に達したため、同年2月28日付で同局を定年退職。同日に MBS ラジオで放送された、次は新福島。内の MBS ニュースを担当したことを最後に、毎日放送アナウンサーとしての活動を終えた。ただし、 翌3月1日以降も、シニアスタッフの立場で、アナウンサーとしての活動を続けている。ちなみに、公の活動で使用している、柏木博之という氏名は、毎日放送への入社直後からのマイクネームである。初段の腕前を持つ柔道の、第一線を肝臓疾患で退くなど、講師ともに本名を用いていた、学生時代に何度も逆境に見舞われていたことを、 背景に、生命判断と、小池清の許諾を経て、柏木博之としての活動に至ったという。新日本放送時代の1959年3月1日から、テレビ放送事業とラジオ放送事業を建営してきた、毎日放送は、2021年4月1日付で、ラジオ放送事業を、株式会社 MBS ラジオへ移管。毎日放送は、移管を機に、 テレビ単営局へ移行したが、柏木はアナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で、株式会社 MBS ラジオが制作、放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。シニアスタッフへの移行、株式会社 MBS ラジオの発足後も、毎日放送アナウンサーという肩書きで引き続き担当。以下は、 TBS テレビ制作の全国ネット番組ありがとうございます。